寝坊しました。やばいやばい。この汁はちょっとだけね、この貝の汁ですけど余ってますね。毎日に残されました。それでこっち側でちょっと急がないとね、大変ですね。鮭焼いて、鮭焼いて、鮭焼いてね、豆腐の味噌汁といきますか。初手鮭ね、これね、うまそうじゃの。もう今手洗いましたからね。鮭がね、今20分焼こうとしたんでね、一番時間かかる。よいしょ。でも5分5分5分で刻んで20分ですからね、それは忘れないでやればいいですよね。で、まゆちゃんのご飯は何入れてやるかというと、ここにもちょっとなんか残ってるね、鮭残ってるじゃん。鮭レバーも残ってる。レバー、鮭とレバーだね。まず残ってるものみんなやっちゃおう。鮭にレバーパラパオ、これはボール食わなきゃ。これはピッツァだね。ピッツァちょっと残ってた。ピッツァはやりたくないね。玉焼き使ってるしね。はい。で、鮭とかなんかでしょ。で、何を使うかというと、今日はね、鶏のね、これや、これありますかね。鶏のもう胸ね。鶏の胸、脂肪がないのがあるから、これを使うでしょ。それからほら、これをちょっとパインをこれね、これとバラ肉にパインつけてみましょう。おいね、これでいきましょう。あとはまいちゃんのご飯だな。キャベツちょっと残ってるね。やっぱりうん、鶏蒸し取りするのは面倒なんで、まゆちゃんのご飯用にちょっとだけ切ってこれだけましょう。まゆのご飯にね、鶏のもも肉はね、一番コスト低いから、これはやるのがいいよね。味噌汁の具がないね。はい、これね、これでいいですよね。まあ、そうだね。あ、やっぱお、うまそうじゃない。あ、そうだ、これもうちょっと使おう。それでこれをね、切らないといけないんだね。ここは後で使いますけどね。
うは、ちょっと薄手に切りましょう。うは、ちょっとだけまいちゃんご飯用に口を切ってみましょう。うは、うまい。ご飯食うやついないよ、ワンちゃんの中にね。うん、 OK。 すごいね、毎朝のご飯ね。これがこう来るでしょ。もう一個、もう一度切っとこうかね。もう一度切って、もう一度切って入ります。お、鮭が5分経ちましたね。ほら、まいちゃんのご飯。はい、5分ね。もう一度で、こっち側で、ね、これを今度パイに使ってみた。パインをね、絶対これパインの、あのパインジュース漬けが美味しいと思ったんだよね。これね、いいような気がするね。これハワイアン、すごいね。パインはね、消化酵素があるって言われますからね。ちょっと塩コショウもしといた方がいいんだろうね。これは夜、何でもなく夜っていうか昼食おうかね。うん、うまい、うまかったい。はい、これ仕立てました。これでいいんだかな。これパンに包んだってくらいね。まあいいや、これで切るわけましょう。はい、いただいたパインがいろんな形になりますね。酢豚になったでしょ。それからなんかなった、いろいろとなった、いろいろとなった。はい、じゃあいろいろとなりましたんで、
これがね、ちょっと残ってるね。これはまた後で食べるね。豆腐の汁だろうね、今日は。はい、これがまいちゃんのご飯。あ、いい香りがする。鮭がね、溶け込んでる鮭のスープになってるね。うまそうじゃの。うん、最高だ。これでまいちゃんはもう元気だわね、これなら。はい、じゃあこっちね、味噌汁になりますかな。なんかカタカタ言ってるのか、中で。ここだ、ここだね、ここが、ここが鳴ってます。はい、やばり。これうまそうだね、パイン。常温の方がいいかな。そうだよな、発酵系は常温が一番いいよね。はい、そうしましょう。で、この辺をしまって、あと味噌汁にあと何入れるかな。豆腐のお身、お身をつけてね、いいか。豆腐で、まいちゃくに豆腐、青いものがないじゃない。やっぱ水ですか。新聞なんでしょう、今日はね。水ばっかりだと飽きるからな。まいたけに新聞なの、豆腐だね。新聞なのね、頭の方だけでいいでしょう。まいたけにチンゲンサイに、テテ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 。ね、寝坊した朝は適当に終わらせようよ。今、ああ今魚がピュッて言いましたね。ピッピ言いました、魚が。あれはない、はい、魚がピッピーいました。ご飯に至ったね。奥だとね、やっぱ火強いよね。奥で15分でいいのかな。これ中火で、こっち側で今これがね、なってるでしょ。舞茸にチンゲンナだね。マイタケ豆腐にチンゲンナ。あ、やっぱね、家事洗濯とかってのをさ、分担するとさ、ディーブって言って、あのやり取りの中で交渉が生まれるんだよね。俺はこんなに頑張ってんだから、お前こうだーだって言ってさ、そういうものがみんな元だよね。夫婦喧嘩って言ったら、夫婦の間のあの様々な生き物をやりとり。だからさ、意に介さないセックスとかなんかをさ、するしないとかなんかあって、やっぱそれ生き物あるでしょ。自分嫌なのにやってあげてるの、こんなことないからさ、それしたらさ、もうボビーも怒るわ。やっぱ DV ってのは基本的にそういうところがあってね、どうしようもないわけだよね。欲望の やり場にね、男の人っていうのはね、それがすごく難しい。それは女の人も一緒だよね。欲望のやり場はどこにもないっていうね。
それ家庭の中でそれを収益させないけど、させるべきだよねっていうのが、従来の私たちのね、倫理基準ですけど、倫理基準っていうのはそもそもさ、性的感染症を防ぎながらどうやって、欲望を満足させるかっていう問題に絡んでたんですよ。もう今もないですよね。今もそんな心配はあまりない、あまりないっていうよりも、ちょっと別のレベルでの性感染症っていうのはブロックされてますからね。社会というベースで性感染症のブロックってのが行われてるでしょ。ここはやっぱり欲望は残るんだよね。他人の体に自分の中のマイクロバイオームが移っていきたいっていうのが性を止める一つのね、結局だったんですからね。かつてはね、ものすごくそのマイクロバイオームのやり取りってのは強くあったんだよね、私たちの身体っていう頃に。